キツネさん、暇だよ、退屈だよ。タヌキさん、ここ毎日同じことばっかり言ってるわね。家でゴロゴロしてないで、たまには外に出て運動しなさい。やだよ、冷房がガンガン効いた部屋でゴロゴロしたいんだ。キツネもゴロゴロしながらでも楽しめるもの出してよ。私は未来から来た猫型ロボットじゃないわよ。まあそこまで言うなら、今日は家で楽しめる生き物にまつわる話でもしていきましょうか。え、何を教えてくれるの？今日紹介するテーマは生き物にまつわる漫画よ。漫画なら家でゴロゴロしながら楽しむことができるでしょ。やった！そういうのを見たかったんだよ。生き物系の作品は結構読んでる自信があったんだけど、改めて調べてみるとかなり作品があったわ。ざっと100冊ぐらい。なので今回は私が読んだことあるもの、比較的メジャーなものを中心に10冊をピックアップしたわ。いろんなタイプの作品を用意したから、気になる作品があったら概要欄のリンクをチェックしてね。じゃあ早速本題に入っていきましょう。レッツゴー。じゃあまず最初に紹介するのは銀のサジよ。あ、これってアニメにもなった有名な作品だよね。寮があるということだけを理由に、知識ゼロの主人公が農業高校に入学するところからストーリーは始まるわ。授業が始まるなり子牛を追いかけることになったり、鶏が肛門から生まれると知って驚愕したり、都会育ちの主人公八軒優吾はそんな家畜や農家さんにお世話になりながらも日々奮闘する。何もかもが初体験の日々で、生き物について学び、時に厳しい現実にもぶつかる。そんな汗と涙と泥にまみれた酪農青春漫画がこの銀のサジよ。農業を舞台にした作品って確かにありそうでなかったよね。こういう漫画を描くときはリアリティを出すために実際に酪農家に取材したりする必要もあるから、描き始めるまでのハードルが高いというのもあるわね。ちなみにこの作品の作者の荒川博夢さんは鋼の錬金術師の作者でもあるのよ。え？全然ジャンルの違う作品なのに。この方の知識量と守備範囲の広さは目を見張るものがあるわね。この作品は現在も連載中で、動画を投稿した時点で単行本が14冊刊行されているわ。次に紹介する漫画は銀河流れ星銀よ。この作品は特に犬系の動画をアップした時にコメントでおすすめしてくれる視聴者さんが多いわね。どんな内容の漫画なの？この作品の主人公の銀はマタギ犬、別名熊犬と呼ばれる種類の犬で、熊や鹿の狩猟目的で使われていた中型のワンちゃんが活躍する漫画なのよ。ストーリーは銀の父と祖父にあたる熊犬が殺人熊赤兜にやられ谷底に転落し、赤兜への復讐を誓った銀が仲間になってくれる同志を探す物語よ。生命の誕生とし、強大な敵と戦う運命を背負った主人公の熱血青春ドラマで、犬同士の友情、葛藤、成長を描いた熱い話が日本のみならず海外でも高く評価されているわ。他の動物作品と違って出てくるのが動物メインだから、会話も人間の言葉に置き換わってるわ。要するに犬メインの熱血ドラマって感じなんだね。まあそういう感じね。週刊少年ジャンプに掲載されてたって言えば、作品のテイストはイメージしやすいんじゃないかしら。お、それなら努力、勝利、友情って感じの内容なんだろうね。単行本はコミック版が全18巻、文庫版は全10巻で販売されているわ。次に紹介するのは未完絵日記よ。これは最近の漫画なのかな？いや、これは私が好きで個人的におすすめしたかった猫が主人公の漫画よ。少女漫画で有名な白泉社から出版されてる、1988年から1995年に連載されていた作品ね。中の人の年齢がバレちゃうんじゃ。みかん色の毛色を持つ主人公猫みかんと飼い主の11歳の少年トムと周辺の話を描いたストーリーで、猫なのに人の言葉を話すし、二足歩行するし、酒は飲むという芸達者ぶりで、時には猫同士の揉め事に巻き込まれたり、人間たちの騒動に巻き込まれながらも、みかんとトムが成長を繰り返しながら物語が進む心温まる作品になっているわ。動物と会話ができるってまさに生き物好きには嬉しいストーリーだよね。単行本はコミック版が全14巻、文庫版は全6巻が販売されているわ。次に紹介するのはボノボノよ。むむ、これはなんだか見たことあるキャラクターだよ。ボノボノは1986年から連載されている五十嵐幹雄氏が手掛ける4コマ漫画作品で、ボノボノとしたキャラクターたちが展開する不条理なギャグと哲学味のある独自な雰囲気で、現在でも数多くの読者を魅了する名作の一つよ。確かにヴィレッジヴァンガードとかでも見たことあるよ。
最近でも絵本などの関連書籍が出てたり、しまっちゃうおじさんもネットで根強い人気があるわね。登場人物はすべて動物で、主人公のボノボノわらっこ、友達もアライグマくんやシマリスくんで、脇役にはスナドリネコやクズリなど知名度の低い動物もたくさん出てくるわ。あの青さでラッコだったんだ。この作品は現在も連載中で、動画を投稿した時点で単行本が44冊も刊行されているわ。生き物漫画でこれだけ長く続いてるのって他にないんじゃないかな。次に紹介するのはエンペラーと一緒よ。あ、これツイッターで見かけたことあるよ。この作品は2015年にツイッターで爆発的に人気になったことで、少年ジャンププラスで連載がスタートした。家の冷蔵庫から突如現れた皇帝ペンギンと主人公の女子高生を取り巻くゆるかわコメディーよ。そういえばペンギンがメインの作品なんてあまり見かけないよね。作中ではペンギンが喋るのではなく、ペンギンと同居するという非日常を味わうことができて、マイペースでマスコットキャラクター的な仕草が癖になる内容になっているわ。中身はすべてフルカラー仕様になっているから、絵本感覚で楽しめるというのも大きな魅力ね。そしてウェブコミック版では1話をまるまる読むこともできるから、気になった人は概要欄を覗いてみてね。最近はウェブコミックで試し読みできるから嬉しいよね。単行本はコミック版が全4巻販売されているわ。次に紹介するのはビースターズよ。この作品は2018年の漫画大賞で大賞受賞や、この漫画がすごい2018にも選ばれた一冊で、話題になったここ最近の作品だから知っている人も多いんじゃないかしら。本屋でめちゃくちゃおすすめされてた記憶があるね。ストーリーは擬人化された動物たちが全寮制の学校で生活する、いわゆる学園ものを想起させるけど、冒頭から肉食動物たちが草食動物を食い殺すという事件からスタートするわ。おう、結構シビアな内容なんだね。そんな自然界の種族の壁を描きつつ、主人公の灰色狼のレゴシを取り巻く動物を通して描かれた多様性をメインテーマとする深いストーリーが魅力よ。動物作品ってほのぼのしたものが多いけど、こういう作品もまた味があるよね。動物を使ったフィクション作品のように見えて、人間の本質をえぐってくるヒューマンドラマだから、読みながらいろんなことを考えさせられたわね。この作品は現在も連載中で、動画を投稿した時点で単行本が14冊刊行されているわ。次に紹介するのは今日の猫村さんよ。この作品は猫の猫村さんが家政婦紹介所の求人を通じて住み込むことになった。裕福な犬神家が抱える人間関係などの問題を猫村さんのおせっかいで解決していく物語よ。なんだか家政婦は見たみたいな作品だね。この作品は2006年5月から毎日1コマずつ更新される、いわゆるウェブコミックの走りで、それが単行本化されてベストセラーになるという、今じゃ主流の流れを作った作品でもあるのよ。あ、確かにさっきのエンペラーと一緒もネットから注目されて本が売れてるもんね。話の内容は朝ドラ的な雰囲気があって、クスッとできる部分が多く、主婦層から人気が高く、ちょっとしたおせっかいも猫だから許せてしまうという設定も生きているわ。現在も連載中で単行本が9巻まで刊行されているけど、2017年からは一時活動休止中になっているわ。次に紹介するのはハムスターの研究レポートよ。これはハムスター飼ったことある人なら知ってそう。私が小さい頃ハムスターを飼うことを決めた作品でもあるわね。作品の内容は作者の大雪しわす先生が飼っているハムスターとの日常を描いた4コマ漫画で、動物の生態を描いた観察漫画の先駆けとも言える内容になっているわ。でも今じゃハムスターは結構メジャーな生き物だよね。これが連載されたのは1988年からで、1990年代のハムスターブームの火付け役にもなったのよ。だから昨今のハムスター人気もこの漫画が一役買っているのは間違いなさそうね。そういえばとっとこハム太郎も2000年から始まってたね。漫画としての面白さもさることながら、ハムスターの生態を理解する上で役立つ内容が盛りだくさんだから、子供がハムスターを欲しがったらまずこれを読ませたいと思ってるわ。この作品は不定期に続編が刊行されており、現在はコミック版が8巻販売されているわ。次に紹介するのはピクピクセンタロウよ。大学を出て上京したイラストレーターの高沢漠と偶然飼うことになったウサギセンタロウの日常を描いた作品ね。え、偶然ウサギ飼うことって普通ある？実は表紙に描かれているウサギのセンタロウは2体目で、初代センタロウは彼女に振られて酔っ払った勢いで飼ったミニウサギに名付けられたものなの。しかし初代センタロウは
もともと体が弱く、主人公の無知もあったことから無責任に死なせてしまい、仙太郎を失った深い後悔と反省を刻み込み、ペットショップで2代目の仙太郎に出会うことになったのよ。なんだかドラマチックな展開だね。というのも、これも未完絵日記と同じく少女漫画の分類で、1993年から2011年まで連載されてた作品なのよ。マジで年齢が特定されそう。この作品も笑いあり涙ありの心温まるストーリーが盛りだくさんだから、ウサギを飼ってみたいと思っている人は、その実情を知るためにもぜひ読んでほしい一冊ね。単行本はコミック版が全37巻、文庫版は全12巻が販売されているわ。最後に紹介するのは、動物のお医者さんよ。これは生き物にまつわるお仕事の動画でもちらっと紹介していたわね。あ、確か獣医師さんのお話なんでしょ。そうそう、この作品はタイトル通り獣医師を目指す獣医学部の大学を舞台にしたストーリーで、個性的な教授や準主役を張る可愛らしい動物たちのエピソードが読者を引きつけ、1987年から1993年まで連載されていた当時は作中の舞台にもなった。北海道大学獣医学部の死亡者数が跳ね上がったという社会現象を引き起こしたり、主人公の飼い犬であるハスキー犬が大量に輸入されたり、トリマーを目指す女性が増加したり、世間に多くの影響を与えた有名な作品でもあるのよ。漫画って定期的にすごい社会現象を引き起こすよね。2003年にはテレビドラマにもなってたり、コメントでも知っている人が多い印象を受けたわね。やっぱり名作は何年経っても色褪せないんだね。単行本はコミック版が全12巻、文庫版は全8巻、愛蔵版が全6巻販売されているわ。以上が生き物にまつわる漫画のおすすめよ。いろんなテイストの作品があって、どれから読もうか迷うな。生き物の漫画は他にもいろいろあるけど、今回は比較的メジャーだったり、私が実際に読んでおすすめしたいものをまとめたから、またいつか続編をアップするかもしれないわね。というわけで気になった本があれば、概要欄のリンクを覗いてみてちょうだい。みんなも好きな生き物の漫画があったらコメントで教えてね。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。